持ち込みされる方へのアドバイスは、やっぱり全力を挙げて原稿を完成させてください。で、次にこれを見てる方だけにお教えしたいのは、扉ページから4ページ、5ページ冒頭部分、ここをどう作るか、ここに関してキャラクターが魅力的に書いてほしいし、できれば動きの中でそれを見せてほしい。なぜならば、後から面白くなるっていう原稿は編集者は見ていて辛抱できないんで、最初が面白ければ一気にその後を読みます。頭のつかみが大事ですから、そこをよく考えてください。よろしくお願いします。